おはようございます。神田間です。本日は私神田間ついに免許を取りに行ってきます。免許を取りに行って、免許を取るために今日やっと手続きをしてきます。もうね、免許取りたい取りたいって YouTube でも長く見てくれてる方はもうこの前から言ってんじゃんみたいな。そう、免許取り行きたかったんだよね。なんやかんや他のことを優先しちゃってて、まあ都内だからこう電車移動の方が早かったりもするんだけど、やっぱ家族でどっか行くってなった時はやっぱ車の方が楽じゃない。で、私が運転できたらもっといろいろね楽なのにっていうと場面がね結構多々ありまして、もう助手席専門だな、あ間違えた、助手席専門だななんて言ってらんないなって思ったから免許取り行ってくる。で、今から行くんだけど、ちょっと準備しながらと思って、ちょっと最近のメイクとか使ってるものを紹介しながら行きたいなと思って、あとなんか眉毛をさ最近ボー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 生やしてるんだけど、なんかこの辺もちょっと今いじりたいなと思って、とりあえず回します。ちょっと後ろが汚いんだけど、もうさ今私のお仕事ってさ、マルユナイテッドアローズっていうブランドの、まあ、ディレクターやらせてもらってるんだけど、基本的にお家でさ撮影することが多いからね、サンプルをねああやってね届くのよ。今横に大きいね、ダンボールが3つあると思うんだけど、4つで届くのね、大体。で、1個もう潰して、とりあえず3個までに減らしてんだけど。まあ、我が家のここのゾーン、ほんといつもこれ。ほんとこれ。はーい、話はそれましたが、まずこの親友のコリちゃんが使ってて私も使い始めました、トリデン DI セラム美容液です。あ、今化粧水と乳液終わった状態ね。そう、ちょっと前の動画で SK2 始めましたっていうのでねご紹介したんだけど、やっぱ SK2 高いから、でもすごい効果を実感しているので、まあ続けたいなと思って。ただね、 SK2 でこう基礎化粧品、私化粧水乳液はさ無印良品でやってきたから、そんなにお金かけてこなかったんだけど、そこのさ価格が上がるわけじゃん、っていうことは他で抑えなきゃと思って、ゲランの美容液、それも2万円近くしてたやつ使ってたんだけど、それをやめてこっちのそのコリちゃんが使ってたやつがすごい口コミも良かったからこれにしました。今ね使い始めて1週間以上経ってるかな。とってもいいですね。うん、なんか多分これコリが油っぽい肌で、私がカサカサっぽい肌で全然肌質が違うんだけど、コリもいいって言ってたし私もいいって思うから、これはいろんな肌質の方向いているんじゃないでしょうか、この美容液。なんかさ最近ちょっとさ毎日お酒が止まらなくて、せっかくちょっと戻ってきてたのにちょっとヒュンってなりだしたから、運動しようと思って、これも先日動画上がってるかな、フィールサイクルさんがさご招待してくださって行ったんですけど、なんと入会しました。私さビリーズブートキャンプが大好きなのね。ちょっと話行く前にこの日焼け止め、これ視聴者さんからいただいたやつありがとうございます。ビリーズブートキャンプみたいなハードな運動がすごい大好きなのね。で、ビリーは昔から入隊したりちょっとさ卒業したりみたいなのを繰り返したんだけど、まあちょっと飽きちゃって、もうちょっと刺激的なものをって思ってたところに、そのね、お試しくださいっていうので、まあなんか体験がてらちょっと動画撮れたらいいなくらいにしか思ってなかったんだけど、ハマっちゃって、暗闇でさ周りを気にせずさ音楽に合わせてさノリノリのインストラクターの方をさ目の前にさ、まあ周りの人はいるんだけど全然気にならないのね、暗いしもう前しか見ないからで楽しいから、でも無我夢中でうわーっつって運動できんの、それが楽しくて入会しました。週一で通えたらいいなと思って、行けたらね、そうからちょっと通うわ。私日々のねこのお酒飲みすぎている体、お酒をやめるっていうことはできないんです。でこれもまた別動画であげると思うんですけど、とある QOL 爆上がりアイテムを買ったんです。もう貯金を崩して
それが2週間後くらいに届くので、それはそれでまたご紹介するとして、そうからお酒は私やめられないんですよね。でもまあコアラコアラシさんっていうマッチョで、もともと超新宿、今もやめちゃったっけ、まあ、芸人だった方とかもお酒飲みながら痩せてたし、痩せてたマッチョでこううまくやってたし、別にお酒を断たなくてもやれることはあるだろうなみたいな。でパーソナルトレーニング通ってた時もハイボールだったら1日3杯までっていうのでね、私やってたし、そう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 、からなんかお酒を飲みながらもしっかりちょっと汗を流して発散しながら、ちょっとパートナーの協力を得ながら過ごそうと思って、そうからね、ちょっとこの秋からは新しいことがちょこまか始まるから、まあパタパタしやすいんだけど、いろいろとね自分のためにやっていこうと思う、うん、アクティブにね。そうもう産後1年なんで、今週末ちび玉が1歳なんで、はい、こちらクララーズのエバーラスティングクッションファンデーション、これさ、なんかこっちが廃盤になる、このブライトプラスブライトニングクッションファンデーション、クラランスのこのピンクの方が廃盤になるって聞いて、こっちのやつを買ったんだけど、違いはあんまよくわかんない。まあ免許は本当、私4月生まれだし、高3の時に受験勉強もしてない人だったから、そこで取ればよかったんだよね。まあその時、歌とダンスと演技といろいろレッスンに通ってたからさ、高校が選択式の授業の高校だったんだよね。で高3の時なんてさ、授業自分が取ってたのがさ10時半とかからだったから、そうなんかよくわかんない高校の仕組みのあれがあるんだけど、もう航空汚いじゃん、汚いじゃん、から朝6時9時でコンビニのバイトして、で廃棄するあのおにぎりとかパンとか持って高校行って、で着いてそれ頬張って、あこれアベンノウォーターでスポンジ濡らしてます、そうで食べて、その後授業受け入れて、授業終わって放課後はそのレッスンに通ってたんですよ。私そういう生活してたんだけどさ、でその時にね、通ってればよかったよね勉強、それだけ人生の選択ミスったわって感じね。その後さ、高校の友達とかさ、地元の友達とかもどんどん取るじゃん、でみんなどんどん車持ち出してさ、みんなが送り迎えしてくれるみたいな、じゃあ私助手席専門でなんて生きてきたけどさ、本当に免許だけは年を重ねれば重ねるほど自分にツケが回ってくるので、免許は早く取った方が良かったなって思いますね。うん。でもなんかイニシャル D 私めっちゃ得意だから、マリカとかなんかすぐ取れそうな気がする。そうまあこうやって言うとマジでみんなから本当に運転舐めない方がいいって言われるのね。でそう運転は舐めることは一切してなくて、むしろなんか私 YouTube でさ、昨年ゴミ屋敷をきれいにする動画と蜂の巣除去と、あともう一個ハマったのがなんか交通違反の取り締まり、イエローカットとかさ、取り締まりの YouTube 見るのめっちゃ好きで、で煽り運転とかのやつもそれで見てたから、なんかむしろなんかその車の運転はマジで怖いって逆に最近そっちで思ってんだけど、そうはい、とりあえず Mac のテンプティング、あさっき行わナーズのこのラスティングのやつやりました、このやつね、はーい、これです、これを適当に塗ります。そうアイシャドウもさ、その SK2 を使い始めたから今まあありものでやってんだけど、あと ZOZO タウンのクーポンなんかポイントでゲットした、このシャネルのラメのやつ、この間コリちゃんとの旅行でお見せしたやつを使ってるんだけど、もしこれが次なくなったとしたらもうプチプラ行こうと思ってます。理由は優先順位、やっぱその化粧水乳液今クリームにお金かけ出したし、じゃあ次に何にお金かけたいって、やっぱお洋服にお金かけたいし、私なんかこうメイク用品もさ濃いメイクが好きだけどさ、そのデパコスの発色に最近顔がついていかない部分もあるから、なんかプチプラの薄付きがちょうど良くなってきたみたいな感じも思うから、ちょっとね、そう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 、ちょっとドラッグストアでいろいろ
いろんなの見てきたいんだよね。そう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 、そうなんですよ。とりあえずこうやってこうやってやるじゃん。目尻際に濃いのやります。デイジークシャドーパレットオータムプリーズ、イエベ秋なんでイエベ秋向けですみたいなやつ買ったんです。単純でしょ。左上のやつで目元をくぼませるのを最近やってます。ワイパーだからね。アイシャドウの動きがワイパーだよ。メイクのプロが見たらおったまげーだよね。ワイパーでーす。涙袋らへんにも、あ、なんかそう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 、なんかボトックスは徐々に切れてきたっぽくて、おでこも若干この辺にシワが寄るし、目元も目尻の下にシワが来るようになり始めたんだけど、ここのなんか後ついちゃった線はやっぱりね、もうこれが癖になってるっぽくて、まあでも最近はボトックス、あ、そうそう、ボトックス何があったかは別の動画を、なんか永遠に伸びてしまってて、ちょっと逆に恥ずかしくなり始めている動画があるんだけど、それ見てもらわないればわかると思う。はい、エラはね、やっぱね、やってよかったなと思う。でもやっぱ日が経つにつれてここが目立ってくるというか、たるみというか、あとちょっと食べない日が続くと苔がひどく出るから、まあでも喋りやすくなったからここはやってよかったなって思うんだけど、合う合わない向き不向きとかやっぱボトックスもあると思うから、一応念のためいろいろ調べてからやるのがいいと思う。まあ当たり前だけど。でこの濃いやつも目尻に重ねてます。でここの薄いやつをこの眉毛との境目に手でやっちゃってる。なんか順序説明してるけど、マジ最近この辺適当。とりあえずジュッジュワーって目元がなるようにしてます。眉毛揃おうとしてたのにすっかりうっかり忘れてたわ。眉毛迷子、なんかちょっと昔の私だったらもうちょい細い眉毛の方がいいんだけど、なんかここ最近細くしすぎるとなんか顔の雰囲気と眉毛が浮くなと思って、あえて眉毛を触らずに伸ばしっぱでなんか産毛だけ処理してるんだけど、年を重ねるごとにメイクマジでむずいわ。お洋服はね、ぶっちゃけメイクさえ整ってれば、部屋、髪の毛と顔さえ整ってれば何でも着れるんだよ、ぶっちゃけ年を重ねても。でもさ、メイクってさ、やっぱさ、土台によって変わるというかさ、わかります？その人のその時の雰囲気によって変わるというか、一番難しい分野だと思う。なんかこの間久々にパートナーと二人でさ映画を見に行ったんだけど、まあ映画を見に行く前にこう純喫茶、もう渋い喫茶店でランチしたのね。でそこにマダムがいたのよ。その多分60くらいだと思うんだよね、60から65くらいの方。もうさ、まさに私が望んでる、求めている将来像の方で、なんかちょっとダボっとしたゆったりとしたグレージュっぽい、まああれは多分いいとこのニットなんでしょうね、サマーニットみたいなゆったりしたサイズのやつに黒パン履いて、ヒール履いて、でもう金髪のベリーショートで、あの夏木マリさんのもうちょっと手前バージョンみたいな感じの方がいて、うわっめっちゃかっこよって思って、ピアスがさ、シルバーのゴツめの大きいやつでめっちゃおしゃれだったの。うわー、日本にいるんだこういう人って思って、めちゃくそかっこよくてさ、多分この20代もあれか、30、40ってこうね、いろいろ仕事だったり育児だったり、まあ皆さんいろいろ自分が第二になりやすいというか、私こう変化が出てきて、その変化に今までの自分じゃない、なんていうの、ちょっと今までの自分と変えないとなんか馴染まないわみたいな迷走しやすいのが、まあ私は30代だなと思ってるんだけど、なんかそれを乗り越えた先をね、なんかすげえ素敵なお手本を見たなと思って、高まったの。そう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 、皆さんあります？なんか将来的にこういう感じになりたいみたいな。私としては
チャーミングさがある大人になりたいなとは思うよね。やっぱ大人になるのもこうやって想像してると楽しみ。ちなみにパートナーとは怪物って映画を見たんだけど、それもまたさめちゃめちゃ面白くて、怪物って映画見た方います？めっちゃ深いのよね。もう受け取り次第で、受け取り方次第でどうとでも考察が変わるみたいな感じだと思うんだけど、まあ見終わってさ私はさあなるほどこうこうこうだみたいなのを思って彼に言ったら、彼は全く違う解釈をしててマジかみたいな。でなんかまあネタバレになるから深くは言わないけど、本当にねなんか相手のことをよく知れる映画だなと思った。あこの人は日頃こういうことを考えてるのねとか、こういう思考回路気味なのねみたいなとか、結構マジでねなんか小論文やってる気分だった。すげえ面白かったよ。なんか全然メイクの紹介し忘れてたんだけどさ、マスカラをとりあえず塗ったアニベンのボルド、これあんまりちょっとあれかも、そんな使ってないけど、これがね最近やめっちゃ使いやすいデジャブ、薬局で買えるやつね。とこの韓国かどっかのクリアブラックのマスカラ、透明の黒マスカラ、これがね眉毛にも使えるやつなんだけど、これがとってもねお気に入りですね。はい、っていう今マスカラやりました。はい、眉毛はマキアージュです。廃盤のやつね。自分が使ってるものどんどん廃盤になる、悲しい。そんなに私はニッチなアイテムを使ってきたのかしらっていう悲しいわ。眉毛、そう眉毛さ結局さカットしようかななんて言ってカットしないけどさ、そうそうそう、もうボボボボボボボだからさ、こうやってさパウダーをさちょっとのせるくらいでさ最近終わるのよ。いやマジでたるんでる、いろいろたるんでる。ではまあフィールサイクルでちょっと、いやもう筋肉痛なんだけど、朝からやってるからフィールサイクル、7時台からレッスンがあるのよ。なんか最近早起きも得意だから、その会社行く前にで、朝はパートナーが基本さチビのあれをやるからね、もう任せて朝から行っちゃおうかなとかもう考えてんの。元気でしょ。なんかね最近ねアクティブに行こっかなって、行こっかなっていうか行きたいなっていうのがなんか戻ってきた。なんか一時もう育児に疲れたわみたいな感じだったんだけど、なんか戻ってきたよね。まあ、その夜のお酒を適度にたしなんでリラックス、日々リラックスできてるからパワーが戻ってきたっていうか、うん、好きなことにさ浸る時間って大事だね。これやると自分なんかすげえ心地いいなっていう時間を作るって本当に大事だなって最近マジで思う。このマックの、あ消えてきちゃってる。とりあえずおすすめハイライトマックのやつ、しかしまあ1年、子が生まれて1年もあっという間ですね。こっから先がマジで分かんない、育児の想像は。とりあえず周りを見てて2歳3歳大変なのは分かるけど、フィニッシュミストは最近コスメデコルテに、これもともと家にあったやつ、なんかあとちょっとだったのに使わず、いただき物なんだけど視聴者さんから使わずに、使い切らずに、あもうほらちょうどなくなる、使い切る手前でなんか化粧品の引き出しに入ってて、やだこれ使わなきゃと思って使い始めた、ちょうど使い始めて1週間くらいだけどなくなりましたね。ちょうどありがとうございます。視聴者さんからさ、おつまみもそうだしさ、こういう化粧品もそうだしさ、あとなんか日々の楽しみもそうだし、もらってばっかだからさ返したいんだけどさね、なんかこう動画でだったり私の活動によってさ、なんかこのご恩を返せたらいいんだけどさ、ありがとうございます。シラフのうちに言っときます、ありがとうございます。シラフのうちにって何やねん。脇処理してたけど大丈夫。なんかさ妊娠中私脇真っ黒になって黒ずみすぎててびっくりした時があったのだし、なんかね乳首みたいなのが両脇にできたことあるの、これ副乳、なんか調べたらそういう現象は普通にあるって出てきたんだけど、その妊娠中とか
もともとこっちにおっぱいがあったみたいな話だよね、確か。去年の今頃とかも、脇本当にやべえみたいに思ってたの。なんだけど、1年経ったらだいぶ黒さがなくなった。アイロン温めている間にアクセサリー。今年のさ、クリスマスらへん、なんか自分へのプレゼントもう考えてんだけど、あのジュエリーをついに買ってみようかなって思って、でも調べたら思いのほか想像以上に高くてさ、ドン引いてんだけど、とりあえずブレスレットが欲しいのよ。私はブレスレットが欲しいのっていろいろ見てて、買ったらご報告しますね。やばいよマジで、今年の秋冬マジでやばいよね。自分の作っているブランドのアイテムも可愛くて、本当にマジでマルのコクンアウター、本当にマジでただただお得でしかないアウターだから、私めっちゃ着やすいからマジいろんな人に知ってほしいわ。そうだし、そうなんかマジで欲しいものがさありすぎてさ、やばい、セーブしないと。何をセーブしようか。リップまだこれ紹介しなかったですよね、ボビーブラウン。最近これなのよ、ナーズのオーディシャスリップスティック9477を私すごい使ってきてて、で自分で作ったイーズスタイルもまあブラウンすぎない、まあ使いやすいセミマットリップでいいんだけど、そのイーズスタイルとナーズのちょうど中間くらいのがこのボビーブラウンのリッチココア、なんかナーズよりもブラウン味が抑えられて薄付きで、イーズスタイルのやつよりもブラウン、わかりますこの感じで。まあなんかちょっとツヤ感を、まあ、そんなマットマットしてるんだけど、ツヤ感足したいときはこのもう廃盤になっちゃってるやつ、いやこれねリンメルかどっかから似たようなやつ出てるらしいんで、ちょっと探して買ってくるけど、これをつけたりしてる。てか肌めっちゃ綺麗に見えないですか。やっぱ SK-2 すごいと思う。もう使い始めてもうすぐで1ヶ月くらいなんだけど、肌の調子めちゃめちゃいいもん。いやどうせって思ってたけど、なんかそのね SK-2 のイベント行った時にまず3日で効果が分かりますと、で1ヶ月も使えば実感しますよっていうのを言われてて、なんだそれみたいな、そんなすぐ分かるわけないだろうって思ってたんだけど全然違うなんか無印良品もめちゃめちゃいいんだよ、めちゃめちゃいいんだけど、なんかこの肌の波がマジでなくなった。超肌は絶好調。この間インスタライブやった時もさ、みんながすげえ肌綺麗って言ってくれて、多分その基礎を変えたから。そうだからお金かかってでもね、他で抑えながらやりたい、もう使いたいと思って、とりあえず日焼け止めスプレー、アネッサ。はい、終わりました。じゃあちょっと私は、ついに免許の手続きに行ってまいります。この度フィールサイクルも始めましたし、約2週間後にはとあるものも届きますので、YouTube 更新も、それによってね QOL がめちゃめちゃ上がると思うので、はい、ちょっとそれも踏まえて動画更新をまた頑張りたいと思います。はい、じゃあ皆様ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。